皆様こんにちは。えー、3つ目ですのでだいぶお疲れではないかなという雰囲気をですね <laughs> 皆さんの顔をですね拝見させていただきながら、えー、途中でこう疲れてきたなと思ったらですね適宜いろんなものを入れて <laughs> 進めてまいりたいと思います。50分どうぞよろしくお願いいたします。新領域創生科学研究科のワリでございます。 私はあのあのベースはです、ね、機械工学でございますですのであのいわゆる機械を作る設計するというところで、えー、センシングをするということを機械を対象にしてやっておりましたで最近はですね測る対象が人間にこう移り変わっていってですね今日のような話になっていっているとまあどれもこれも自分をきっかけにしているところが多くてですねあの少しでも皆さんのお役に立てればいいなというふうに思っております で実は今日あのいろんな先生方、あのもうすでにあの講義があったんですけれども、なかなかやりにくくてです、ね、非常に近い領域でありまして、あの当然、当然というか、あの辞書も使ってです、ね、<laughs> 皆さんにです、ね、いろいろと最初、イントロダクションをするということでありますが、ま,あ、まずはです、ね、自己紹介をちょっとだけ入れさせていただきたいというふうに思います、えー。小さい時代、小さくないですね、大きいですね、結構、ちょっと書いてあります、雰囲気が読める人ですね。えー でまあ、特徴でございますけれども、えー、空気を読むのが得意だと思っております、はい、ですので今日のテーマにぴったりかなというふうに思っておりまして、まあ、皆さんの顔を拝見しながら、えー、センシングしながらですね、えー、自前のセンサーでですね、えー、やっておりますそれから、まあ、似たようなところですけれども顔色を伺かがうのが得意というところでございまして特に小さい頃もうこの言葉が脳裏から離れないんですが母にですね 人の顔色をかかってというふうふにですねよく言われました今実は4歳半のですね子供が息子がいるんですけども彼も私と同じですね特徴を持っていてですね私の顔を見ながら言葉を選んでるなというのが <laughs> 分かってですねお互いにこうセンシングとですねアクチュエーションのですねやり合いをやっているというそんな感じでございます。 でえーまあ、当時を振り返ってです、ね、何をに注意を払っていたのかなというふうに、えーまあ、思い出してみますと、まあ、小さい頃ですけれどもおとにかく両親の表情の変化ですね微妙な変化これにいつもです、ねまあ、こういうことをしてるからあなたは人の顔色を伺ってというふうに多分言われたんだと思いますけれども、まあ、そんなことをやっていたことがあります。 それからあの今日一番最初に声のお話がありましたけどやはり声の情報というのはとってもあの子どもにとってもです、ね、大事でありまして、まあ、声の微妙な変化をです、ね、捉えていたような気がします。それから足音ですねあの生活音というのは我々の中で非常に重要なです、ね、役割を果たしている中で足音というのが私の記憶の中ではですね、えーまあ、親の親の えーまあ、気持ちとかですね、えー、感情とかですねそういうものを何か表していたようなあるいはこせわしなさとかですねそういうものをですね表していたんじゃないかなというふうに思っておりますし、まあ、母親に限って言えばですね台所の食器が放つ音ですねこれの、えー、大きさとかで、ね、何、えー、かぶつかり具合とかですねそういうものでですねビクッとしたりとかですねいうこともですねあったような気がします。 まあ逆にですね音がないというのもです、ね、非常にこれが怖いわけでありまして何かいつもと違うなということをですねこう感じていたわけですで今はどうかと申し上げますと今はですね主として学生の皆さんとですねいろんなディスカッションをこうするわけですけれども、まあ、学生の目の動きを一生懸命こう見ると。 こういうことですね、まあ、もちろん打ち合わせ資料をしっかり見ながらちらちらっとです、ね、学生のを目を見るわけですけれどもあるいはですね声の大きさとか震え具合ですね私とディスカッションしていくとだんだんですね声が小さくなっていったりとか、えー、震えてしまったりとかですねそういうことがあるようで、まあ、そうなると少しこう話題を変えるとかですね優しい言葉をかけるとかそういうことをこまめに自分の中でコントロールしております。 そして結構気になるのがですねこののペン回しの加速感ですね <laughs> これはですね速くなるということはどういうことなんだろうと集中してきているのかそれともイライラしているのかちょっとこの辺りのまだ分析ができておりませんけれどもよくあるのはこのペン回しが加速するとですね集中モードにこう入るっていうのがですねよく言われていますけれども、まあ、こういった行動なんかもですねあの非常にまあ気になるところでありますけれども、まあ、貧乏ゆすりをする人、まあ、全員ではないですけれども、まあ、こういう方 方がいらっしゃる場合にです、ね、貧乏ゆすりがあると少しストレスが溜まっているのかなとかいうことを考えたりとか文献によりますと貧乏ゆすりも一つの習慣行動でありまして本人にとってはですねある種のストレスリリースをしているとか集中をするための,です、ね、あの行動として出てきているというふうにも言われておりましてこれをどう解釈するのかなということでこんなことが気になりながらしっかりです、ね、学生とディスカッションしているというところでございます。 これはあの簡単にですけれども今私の研究室で取り組んでいるところ中身をですね書いてありますあの一番上あの人間環境情報学というのが研究室の名前でありまして人間とそれから環境ですね、えーまあ、センシングして情報処理をして、えーまあ、最終的に まあ心豊かなですね生活環境を実現しようというのが私の目標でございましてそのためにセンサーも作りますし今日少しお話しするような情報処理もいたしますしあのセンシングしてるだけではやはりダメでありまして何かフィードバックしてあげないといけないいいとけけわですよね特に今日もお話になりましたけれどもストレスが溜まっているのであればということがわかるのであればストレスを解放してあげるような何かですねそういうフィードバックを 私自身がフィードバックされたいなと思うことが多々あるわけでありましてそういうデバイスを作ろうというようなことをやっているそういう研究室であります。 でまあ、そういうことをやるためには今日,に今日も最後に少しお話できると思うんですけれども、えー、取るというまずセンシングするということが大変大事でありますしその取ったデータをですねそのままこう使えるわけではなくてですね、えー、うまい分析をかけてあげなきゃいけないということがあります。あの最近あの、 AI とかですね、えー、まあそれを日本語に直して人工知能とかいうことで、まあ一言で表現されることが多いんですが、まあなかなかこれも奥深いところがありますけれども、もちろんこういう技術もですね、これからどん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 あの進歩していって、それも導入されてくるんだろうなというふうに思っております。最後はこの作用する技術でありまして、どうやってフィードバックしてあげるかというようなことをですね、考えてこれをぐるぐる回すことによって最終的に非常にこうまあ住み心地 心地の良いというかですね。心地よいですね。生活環境が実現できると信じてですね、えー、研究を進めております。それではですね。ええー、と、本日の本題ですけれどもまあ、雰囲気、えー、気分ですね。えー、まあ、その場のにいる人々の間のまあ、やり取り、気分のやり取りであります。 えー、今私と皆様との間で、まあ、どんな気分のやり取りがで,す、ね、できているかというところではありますけれども、まあ、そういうものでありまして、えーまあ、先にこうネタバレですけれども辞書のを,を,をですね引いてみると、まあ、こういうふうに書いてありまして、えー、その場面またそこにいる人たちの間にある一般的な気分空気ですねここ「気分」という言葉がこう使われています。で別の辞書をこう調べるとここにその場に醸し出されている「気分」っていうふうに出てくるわけですね。 でえー、もう一つ辞書をです、ね、引っ張ってきましてです、ね、頑張ってみるとです、ね、その場やそこにいる人たちが自然に作り出している気分またある人が周囲に感じさせる特別な気分ということで、えー、共通するキーワードが実は気分だということであそうなんだというふうにです、ね、改めてこう気づかされるわけであります。でそうなるとです、ね えーまあ、この周辺のもちろんですね周辺のこの環境情報ですねこういうものが、えー、我々の感情ですとか気分とかですね、えー、そういうものにですね何らかしらの影響を与えているわけであります。 あの私はあのカフェに行くのが大変大好きでありましてそこに行くと大学の部屋にいるよりも集中して仕事がはかどるということで,です、ね、そこをオフィスにしたいぐらいなんですがなぜそうなんだろうということをいつも考えてです、ね、やっているぐらいやはり周辺の環境情報というのは大変重要であります。 それと同時にですね人が発生する情報、まあ、特に先ほどの学生とか両親とかという話をしましたけどもそういうものがですね別の人の感情を喚起するとかあるいは影響を与えるということが当然こう起こってきて全体として場の雰囲気というようなものをですね作り上げているというのが感覚的にはあるいは経験的にはわかるわけであります。 でこういったものをですね、どうやって測ればいいのかということをですね、今日考えるわけですが、えー、その時にですね、この辞書の定義にある気分というものは何だろうなということでですね、えーまあ、さらにしつこくこう辞書を引くわけであります。でそうするとですね、えー、ここに気持ちとかですねそれから感情の状態とかですね、えーまあ、先ほど憂鬱爽快あの怒りとかそういうものがありましたけどそういうところにですね、持っていっていると。 もう一つ辞書を引くと、まあ、ここも似たような表現でありますけれども特にこの重要なのは体の生理的な状態に応じて起こる快不快などの心の状態とかですねそれから体の生理的な状態と密接な関係を持つ比較的弱く長時間持続する感情の状態それが気持ち気分なんだというふうにですねあの辞書には書かれています。そうししまますとと、まあ、ここまで,です、ね、こう展開していくと まあ雰囲気からこうスタートしてきたわけですけれどもどうやら体の生理的な状態っていうところに非常に密接に関係してきてここまで来るとですね、えーまあ、工学部出身の私としてはですねはれそうな気持ちにこうなってくるということであります。えー えーまあ、もう一つあの相当しつこく辞書を調べたわけですけれども、まあ、ここでも「快不快」とかですね、えー、心身の状態体の状態によって生じる気持ちということになりますのでやはりここに着目するというのが、まあ、我々工学系の人間としてはですねやりやすいというふうに考えているわけでありますそこでですねこの気分や雰囲気を測るということをですね少しこう考えることができるだろうということです でまずその周囲の環境情報今先ほどの定義ではですね人の気持ちというところにこうフォーカ課されて説明されていましたけれどもまあそれとともにですねやはり我々はこう環境からいろんな影響を受けているわけでありましてそのことも含めて雰囲気というふうに考えるべきだと考えております。 それから人が発生する情報ですねこれを測るということもその雰囲気をですね測るということにとって大変重要であろうと思います。じゃあ周囲の環境情報って何だろうということでですねこれは数えるとキリがないぐらいたくさんあると思うんですけれども例えば明るさであったりとか創造しさであったりとか温度湿度というのはそれなりに我々の気持ちに影響しますよね。えー、今日は えーまあ、昨日は暑かったですね、えー、昨日は非常にこうあの暑いところでありましてそうすると感情にこう少し影響してくるわけであります。えー、照明の色合いですとかこういうものも関係するわけですけども匂いですねそれから天気、えー、こういったものもあります。 で一方でですね、えっと、今日、この安田講堂にお越しいただいて、えー、こう最初に入った時に皆さんどんな感じを受けたかなというふうにですね、こう思い巡らしながらこう考えるわけですけれどもやはりこの雰囲気の中にはですね、部屋の大きさですとかそれから今お座りになられている椅子ですねなかなかこういう椅子、最近座らないんではないかなと思いますけれどもこういった家具のデザインレイアウトこういうものも我々の気持ち心の中にはですね、こう入ってくる。 はずでありますこの椅子に座られてです、ね、非常にリラックスされているとなるとこの椅子は大変いいです、ね、デザインであるということがわ、ね、かるじゃないかなと思います。 人を測る方でありますけれどもその人がいるとかいないとかですね動いているどんな行動をしているか先ほどちょっと申し上げた表情ですとか目線ですとかそういう声の調子今日声の話終わりましたので声の話はあまりしない方がいいかなと思っておりますけれどもあとは生活音ですねこれに加えまして我々の生体情報である心拍とか体温とか発汗とかですねそういうものが測れるわけでありましてきっとこれが相互に関係 しているんだろろううなとといいううに考えているわけでででありますとこからでで、ねまあ、今この場の雰囲気の少し場の話を少ししたんですが、えー、住み心地の良い家っていうのはよく言うんですけれどもなかなかそれは一体何なんだろうなということをですねよく考えてみるとわからないところが多いと思いませんか、えー 住んでみたらいまいしだったとかですね、えー、いうことがあります。あの住宅情報の物件もですね、えー、南寄りとかあの南向きとかですね駅から何分とかまあ最後は価格で決めるのかもしれませんが一年住んでみるといろんなことがこう起こるわけであります。で住み心地というのをこう一年ぐらい住んでみるとですね例えば良いのはやはり適度に日が当たってですね夏はそれでもやっぱり暑くならないとかですね、えー、6月の今のこの時期ですけれども梅雨の時期でもカビが生えないとかですね、えー、まあもあの。 下のです、ね、道の音あるいは隣の部屋の音がうるさくないとかですね近くの木々の良い香りがするとか、まあ、こういうことがあるとですね、この部屋は住み心地良いなぁなんていうことで,ですね、考えてやっぱり田舎がいいかなぁなんていうことをですね、こう考えたりもするわけであります。えでこういう住み心地の情報っていうことを本当は提供できたらあの雰囲気というか、まあ、大きなあのカテゴリーでいう雰囲気ということにもつながるんではないかと思いますがこれをどうセンシングするかということを考えると、まあ、どうしてもこの温 温度、湿度、湿騒音、えー、周期そういうことにつながっていくわけでありますけどもではこれをですね、えーとまあ、センサーで捉えたとしましてどうやったらですね、えー、まあ良い香りがするとかですねそれから、えー、部屋の隣の部屋の音がうるさくない。ううるさくないといとのは,実はこう、 音の強弱としては測れるんですがその人にとってうるさいかどうかというのはこれまた別のです、ね、感覚的なものもあるわけでありまして、まあ、ここをどうするかということはなかなか難しいわけでありますうまく説明できるような仕組みがあるとですね非常にいいんだろうなと思うわけでありますがいわゆる今日の議題であります話題であります雰囲気というものも実はそのいろんなものを測ることはできるんですけれども最後はですね受け手側の 気持ちとかですね。受け手が受け取り方なんですよね。で、そこがまあ実はキーになっているわけでありまして、そこが難しく、周り面白く面白いというようなあ。ところであります。まあ、ですので、まあ、まずはどうやって測るかということと、どうやってこう？あの示すか提示するか伝えるかというところまでをですね。今日お話ししたいということであります。 ではです、ねえー、ここからちょっとだけ難しい話をするかもしれませんが、えー、顔色を伺いながらやっていきたいと思いますが <laughs>、えー、人が発生するる情報をどううやって測るかということでございますこれはあの今日あの非常にさあのお二人の先生に、ねえー、関係するところでありますけれども特に、えーまあ、人間我々はですね、えー まあ、す全てのものがですね外部刺激としてこう、まあ、認識するされるわけでありますねでこれをあのストレッサーというふうに言いますなかなかこういうふうな言い方はしないんですけれども、まあ、外部刺激とそうするとですね、えー、と脳のこう反応として、まあ、情動、まあ、情動というのは抑う欲打つとか不安とか怒りとかちょっとネガティブな方しか書いてありませんけどもそういうものが喚起されるということ、まあ、ここまではあのいいとして。 でそういうストレスさを受けた時にですね我々はどうするかというと普通はそれを低減するための行動を動機づけるつまりその行動をするということであります。えあの まあ私の場合はどちらかというと予測をして行動するわけでありまして怒られそうになったらですね先に逃げるっていうことをするわけでありますしそれからまあ貧乏ゆすりをするというのも実はこれは行動づけとしてその情動をですねこう抑えるストレスを抑えストレスを抑えるというような行動になっているわけであります。 しかしながらこの人間社会においてはです、ねえー、いつでもそういうことができるかというとそうでもないということであります。したがってそのストレス差を低減できない結果として、まあ、ストレス反応が体の中で起こってくると。 ということですそれはあのすなわちです、ね、生理反応とととして出て出くるということです、まあ、行動は先ほど来申し上げているように身振り姿勢視線の変化顔の表情声の抑揚なんていうものにこう現れてくるわけですがではこの生理的反応というのは何かというとですね、まあ、皆さんにも身近なところで言うと心拍心拍数がですね、まあ、ドキドキ感をこうするとかですねそれから血圧が上がるとかですねそれから呼吸が乱れる。 ですね、いうことが多分経験的にもわりになると思いますがまさにこれが体に表れてきます。 えー、私実はこれここに段に立った瞬間は手が冷たくてですね緊張していたわけでありますけどだいぶあのあの皆さんこうにこやかにですねあの聞いていただけるのでだいぶ暖かくなってきたわけですけれどもこの体表温度というのも大変重要でありまして、まあ、皆さんがいることがストレッサーではないんですけれどもあの <laughs> その結果としてですね、まあ、温度がこう下がってるんだなというふうに思いながらこ,うここに立っているわけであります。こんなことが我々の体の中では起こってきます。 これはちょっとあのえ雰囲気とかですね、情動とは別ですけれども、私どもが研究室でやっている、まあ、認知タスクですね、えいろんなたあの計算とかですね、そういうものをやってストレスを与えるという実験をやっているんですけども、まあ、そういう中でですね、ストレスを推定するとか、あるいは疲労度を推定するとか、まあ、あるいはですね、こうまあ、眠くなっていくですね、こういうものを推定する、こういうことができると非常にいいんだろうなと、そのことが起こる前にえそれを予測できて、 推定できてあるいは予測できてで何かこうアクションフィードバックしてあげるということが多分いいんだろうなということでありますが、まあ、そのためにもですね、えー、生理指標として心電呼吸皮膚温度皮膚電位あるいは瞳孔系です後で少しあのご紹介しますがこういうものが生態生理指標としては非常に有効なことが多いわけでありますですのでこういった情報をうまく使うんだろうなということが、えー、お分かりいただけると思います。 でこれは少しあのあの、えーとまあ、細かい話はしませんけども健康診断であの心電図とりますよね心電図とると、まあ、こういうとあの特異なピークがこう出てくるわけですがこの R 波というのがあのすごくあの大雑把に言うと心臓がぐっと収縮した瞬間を表しているわけでありますで、えー、緊張状態にいるとですねこれ心臓もしっかりですね お仕事をしてくれるのでこの R 波と R 波の,の間の,この時間間隔これのばらつきがです、ね、あんまりないんですねリラックスするとですねどういうことが起こるかというと、まあ、心臓がリラックスしているかどうか別としてですね結果としてこの時間間隔がばらついてくるということでありますいろんな時間幅をとって心臓としては機能しているということが起こりますですので我々のこの生体,体の状態をですね 捉えるにはこの神殿の情報を取るということは大変重要であります。であのし 健康診断を取るにとるきはたくさん手足につけますけれども、まあ、それではなかなか日常生活にですね使えないので今はこういう非常にこう製品化されているもので3極を使ってですね3つの電極を使って心電図を取るというものが売られていますでこういうものを例えばこんなふうにつけてやるとですね、まあ、日常的に心電図をですね追っかけることができるということでありますもっともっと小さくなるんじゃないかなというふうに思っているわけであります でこういうい心電情報をです、ね、取っていくと何がわかるのかということですけれども先ほど申し上げましたようにこの心拍の揺らぎというのがまさにです、ねまあ、あの簡単に言うと緊張しているのかリラックスしているのか、えー、まあストレスがかかっているのかそうでないのかということをです、ね、判定する1つの材料になること、うん でそういうものをですねこの先ほど言葉で説明しましたが R, R 波と R 波の間,の間の間隔ということで RR インターバルというものの略称で RRI と言っていますけれどもこういうものを計、えー 計測すするとかですねあるいはこの波形そのものをですね周波数解析するとどういう成分があるのかということを見てやるとですねもう少しこう、えー、ある側面において、えー、よくわかるようなあのファクターですね、えー、情報をですね取り出すこともできるということであります。まあ、この辺りはですねあの、まあ、あの忘れていただいて結構ですけれども、まあ、この心拍感覚ですねあのこれは少し頭の中に入れておいていただけるといいと思います。 で実は研究室の中で、この頭脳労働生産っていうのはなかなか難しいんですけども、あるタスクをですね、えー、課してですね、それであの今の心電図を取りながら実験をするということをやっています。えっ、ー、と、これはこうやってやるべきかなあ。出ますかね。これは今、7と出ましたね。8と出ましたよね。今、この瞬間にさっきの7を答える。 もう答えられませんけども2個前の数字を覚えておいて次々答えていくというです、ね、過酷なテストでありますがこれをやっていくと脳にすごくストレスがかかっていくわけでありましてその間これが100%正解率からだんだんこう下がっていくわけですいろんな要因においてですねこういうことをですね一つのタスクとして実験してデータを取るということをやっております。 で例えばこういうものをやるとですねこれあの横軸時間軸でありまして左側が先ほどの RR インターバルでありまして右側が正解列であります。 最初はまあ80、これ80%ですね90%超えの正解率なわけですけれども、まあ、徐々に徐々にこう下がっていくわけでありますねで、まあ、この辺りがですね多分こうやや諦めの雰囲気がこうです、ね、醸し出されているでこれは正解率見なくてもですね、RRI を見ていくとだん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 感覚がこうです、ね、大きくなっていくというようなことが分かってくる。 ですね。で、あるいはですね、最後なんか頑張りがこう出てきてるねっていうのがあります。少し正解率が上がっていると、もう終わりも見えてきたので少し頑張ってみようかっていうですね、その頑張りの雰囲気もこう出てるわけでありまして、こういうものもですね、実は、えー、この心電図の情報から読み取ることもできるということであります。どのぐらい頑張ってるかというのをですね、まあ、これで測るというのはあのまあ、目的ではありませんけれども、こんなことがあります。ちなみにですね、えー、東大生にこれをやって やってもらうとですね何が起こるかというと、ずーっと100%なんですね、正解率が、全然下がっていかないんですね、データが取れないということで、ですね3バックとか4バックとかですね4つ前覚えててくださいとか、ですねこういうことをやるんですけれども、どうも足し算とか、こういう記憶をするのが好きな人たちの集団が、どうも私の研究室の周りには多いようで、ですねぜひ皆様にご協力いただけたら嬉しいなとか思っておるわけでございます。<laughs> さて、えー、呼吸でございます呼吸もですね非常にその体の状態を測るには重要な要素でありまして今、あの先ほどの市販されている、まあ、デバイスのセットとしてですねこういうバンドがありましてですねバンドをこうちょうどお腹の上ぐらいのところにです、ね、巻いていただくとお腹がこが膨らんだり閉じたりするあ閉じませんけど縮んだりするところでそのお変化をですね捉えることができるものでありまして、まあ、非常に簡便に呼吸を取ることができています。 で、呼吸もですね、えー、まずはこの呼吸時間ですね、この呼吸感覚というものであったりとか、えっ、ー、と、呼吸時間とか吸気時間。 こういうものが定義されていてこういったものが上に少し書いてありますけれどもストレス化ではどうだとかですねあるいは、えー、とここに少しありますように、まあ、生理反応にですね出るというふうに書かれています。ですのでこの呼吸の速度深さ不安定性というものが自律神経活動と反映しているということですので、まあ、こういうものをですね体に取り付けて分析すればですねその人の状態を測ることができそうだと。 でこういうものは研究室研究の段階ではですねしっかりこうつけるということが大事ですがじゃあ皆さんにこれをつけていただくのかっていう話になるわけでありますけれども技術はすごく進んでおりましてですね今これは MIT の,の報告なんですけれども。 w i f i と同じような種類の周波数帯の電波ですねこれをこう体にこう当てるまあ当然今皆さん浴びてるわけですけれども何の問題もない健康上問題ないと思いますがこれの反射をこう見ることによってですね呼吸を捉えることができるわけでありますしたがってあの呼吸をこうずっとこうかけるのにですね皆さんバンドをつける必要はなくなってくるわけです。 こうやって外から非接触でですね測ってくれるということがですねだんだん起こってくるということです、まあ、こういうテクノロジーの進化でですね、えー、将来は近い将来はですね皆さんの健康管理はもっともっと簡単になるんではないかなというふうに期待しているところでありますさてでは 今こう、整理指標の一部をです、ね、ご紹介してあどういうふうに測ってるんだなということとこれからどういうふうに測れそうだなということを少しです、ね、あの触れてあの皆さんに知っていただいたわけですけれども行動の方はどううすするかということいこですね行動をどうするかと実は先ほど今日は非常にやりにくくてですね石井先生にちょっとネ,ネタバレ的なビデオがもう先ほどあったんですけれども実はもう行動は測れるわけでありましてですね これはあの研究室でちょっとやっていますけどもあのこれは Kinect というマイクロソフトが出している、まあ、センサーがありますでカメラとかいろんなセンサーがついていて、えー、その人の動きとか声とか顔の認識ができるものでありましてこれは主としてあのゲームをする時のデバイスとして売られているんですけれども結構研究者の中ではこれをゲームはしないんですけれどもこのセンサーをです、ね、使っていろんな研究をしています。 で例えばここにえっと少しお見せしますけれども左側のこの学生うちの学生ですけれどもこう立ち上がったりですね座ったりあるいは手をこう動かしたりするところをこうアニメーションでこうやっていますけれどもこれ全部リアルタイムで処理できるわけでありますまあ、こうアニメーションで出すのは皆さんにちょっと分かりやすくするために出しているわけですけれども、えー、こう姿勢を横に変えたりとかですねそれから手をこう動かしたりとかそういうことが一個のセンサーで取れてしまうということでありますでこういうふうになってくるとですねな 何もつけなくても我々の行動がどういうふうになっているかということを、まあ、あのセンシングすることはできそうだと技術的にはできそうだということであります。 まあこれで貧乏余水がわかるかとかですね、まあ、ペン回ししてるかわかるかとかですねそういうことはまあ見なくてもこれ使わなくてもわかるかもしれませんけれども、まあ、その人がずっと一日1週間1年間こう生活していく中で自分はどうだったのかなっていうことを振り返る手段としては非常によくてですねその結果を使って自分の健康状態を把握するとかそれからまあその場の雰囲気をですね、まあ、ここから皆さんにとってですね皆さんの動きを可視化してどうなるかっていうのをですねやると面白いかもしれませんけれども、えーまあ、そんなような使い方 方もできるかもしれないということであります。まあたがって非常に、えー、取りやすくなっています。それからえっ、ー、と目線の話を最初の方にもしましたけれども、目線あるいは瞳孔径ですね、瞳孔を測るということもですね非常に大事なんですが、これも、えー、非接触でできるようになってきています。 イメージ図がここにこうありますけれどもこう、まあ、パソコンをこう操作している、まあ、イメージ図ですけれどもどこを見ているかということをです、ね、あの目的としているセンサーなんですがそのためにです、ね、赤外線を使ってこの動向のこう、まあ、どっちを向いているかということをよくまあ観察できるようになっています。で左は実は、実 あの、普通のカメラです。右がですね。近赤外光を当てたカメラの像です。で、こうするとこう非常にクリアに出てくるので、もう画像処理するだけでですね。瞳孔の大きさからですね。どういう風うに向いているかということがこう。リアルタイムで 60hz ぐらいでですね。測れるという風に書いてあります。ですので、こういうものを使うとですね。と、先ほど気にしていた視線なんていうものをですねしっかり追っかけることもできるかもしれません。 えちなみにこうこのぐらいの小さいセンスあのディスベりも圧倒的に小さいこういうものをですね置くだけで済むということでありますのである作業をしているというところに関してはですね非常にこれ使いやすいセンサーだろうなというふうに思っておりますで実は同行形、です、ね、まあ、眼球運動というのも非常に、えー、その生理生理学分野ではやはり私が小さい頃経験したことと のようにですね、えー、ちゃんと重要だよっていうことがですね書かれているわけであります。感覚近く、認知認知のこの指標として使われているということであります。で例えばこの3番目にありますように、えー、緊張した状態のときには瞳孔は弛緩、リラックス状態で収縮っていうふうにこう書いてありますし、それからまま瞬きも取れますので、まあ、精神的に緊張するとこう例えば瞬きのこう頻度が変わるなんていうことがまあ、人によってはあるかもしれませんが、そういうものもこう取れる。 わけであります。そうするとこの目の動きからさまざまな情報を外からですねしっかり取るということができるわけであります。で。 えとこれはある会社のですねあの医療用の,あのお医者さんがつあの使う眼鏡でありますでお医者さんはその顔の表情を見たりとかそれから、まあ、腕をこう見ながらですね実は血管の,こうあの状態なんかもご覧になられているそうなんですけれども、まあ、先ほど「近赤外光」という話をしましたがこの近赤外光を使うと右下にあるようにですねくっきりこの血管がこうあの浮かび上がってくるわけでありますでそうすると、まあ、これは非常にその有効な手段なんですが先ほど 同好形をこういうふうに置くということをこう申し上げたわけですけどもこの眼鏡がですね今のこのお医者さんのような眼鏡だとするとこう話してるだけでですねここに同好形がどうなったかっていうのが出せるかもしれないとこう測ってです、ね、リアルタイムで,こで,です、ね、表示するなんていうこともできるそのぐらいこうポータブルなです、ね、ものになりつつあるということをこうお伝えしたくて今の例を出しました。 いろいろですねこのように生態情報を測るという観点においてです、ね、進歩してきているということがわかりますでこのように情報をたくさん取った後ですね例えば、えー、先ほどの雰囲気とは何かあるいは気分とは何かというところに出てくるものの一つとして、まあ、今日感情という話がもう最初にあったので、まあ、復習に近いところありますけれども感情というものもこういった情報からわかる。 あのもちろん声で非常によく認識できるということは我々の研究室でもやっておりますけれども、えーまあ、他の情報でもですねこれを取り扱うことができます。ところで感情って測れるのかって話ですよね、えーでまあ、一つの考え方がありましてですね、えー、感情というものをあるこの空間というか平面の中プロあの置いていこうというそういうあの案があります。でこの 2次元のですね分布の中の横軸というのは何を表しているかというとですね解の誘発度という、まあ、直訳があるんですけれども簡単に言うと右側に行くほど、えー、ポジティブ、まあ、解であるとで左側に行くほど不いネガティブだというそういう軸でありますで縦軸は何かというとですね覚醒度であります あのまあ、簡単に言うと覚醒度が高いということは、まあ、しっかり目を広げてですね聞いてもいただいている状態でありまして覚醒度が低いっていうのは、まあ、まさに眠い,眠い状態とか意識があのそこに向いていない状態を表しているわけでありますでこの軸の中にですね感情というものを置くことがその意味合いとしてできるだろうという考え方です例えば「快、えー、不快」の「快」で覚醒度の高い感情って何かというと、まあ、幸せな状態であります 縦に首を振ってくれる方はあまりいらないんですけれども、えっと、そういうふうに考えられています。あるいは恐怖というものはですね、同じように覚醒度が高いわけですけれども、えー、まあ、ネガティブな、情報、感情ですよね。それから悲しみというのは、えー、ネガティブな、感情であり、あの、状態であり、かつ覚醒度の低いというふうに、あの、まあ、位置づけられているものがあります。今、三つの感情を書きましたけれども、さまざまな多くの感情が、このマップの上で、こう、定義される。あの、置かれる。 ているとということでありますそれとともにですね実はある研究機関アメリカの研究機関でこういった写真を これは違う、実際の写真と違うんですけれども、こういった写真はですね、この辺にこう位置づけられるよっていうんで、えー、この数字が書いてありますけども、そういうもののデータを持っています。ですので、例えば、これはどういうことかというと、こういう写真を見ると、多くの人はすごく幸せな気持ちになる、そういう写真ですっていう、そういうことですね。えー、あまり説明するとよろしくないんですが、ここに行くとですね、えー、すごく悲しくなるような感じを持つ写真のデータベースだということであります。で、この、 感情に関するです、ね、研究をするとです、ね、私どものところではです、ね、あの自衛隊さんとのです、ね、お付き合いがないので普通の方をです、ね、対象にです、ね、実験をするときにです、ねまあ、喜んでいただくのは非常にまああのいいんですけれども悲しんでいただくという実験をしなきゃいけないときにどうしようかなとかです、ね、怒りの感情を持っていただくにはどうしようかなということです、ね、いろいろこう苦労がある中で一つはこういう写真を見,せる見ていただくというのがあります。で実は映画をです、ね、ご覧になると 涙を誘ったりそれからすごく興奮したりとかいうことがありますよねあれと同じようなあの、まあ、その役に入っていくというかそのことによって映像情報によって感情が喚起されるというこういうですね、まあ、我々の仕組みというかその仕組みを使ってですねその間に生体情報を取らせていただくということでそれでその感情をです、ね、があるということを 精査情報を使って推定できないかということを少しやってきたわけです。で、これは少しですね。あの複雑なので、あのあのパッと行きたいと思います。けれどもまずはですね。その脳波。ノウハウ はよく使われるこの分野でよく使われましてこのノウハウを使って取得しましまたただ脳波ウウはですね実は普段のこういう生活の中では非常に使いにくいので脳波ウウとともに音声も取得してそれから先ほどの、えー、心電図も取得していろんな情報を同時に取得してですねまずは脳波ウウで、えー、感情識別をやってそれでデータベースを固めてやってこれを参考にしてさあのリファレンスというんですけどもこれを新値として正しい値としてその時の 生体情報先ほどご覧あの見ていただいた生態情報をどう処理すれば、えー、ちゃんとあの幸せな感情だっていうふうに正解を出してくれるかということをですね少し AI とか機械学習を使ってやるとそういうあのイメージでございますで、えー、細かいところはですね少し走りたいと思いますけれども、まあ、こういう実験をするときにはですね例えばこれはあのアローザルというこの覚醒度の軸だけを評価する実験ですけれどもこの覚醒度の 高いところの写真を10枚選びまして、1個10秒ずつこう見ていただくということですね。その間に、えー、生体情報を取ります。で、3分休んでいただきます。えー、なかなか感情をこう落ち着けるという時間が必要なので、3 3分休んでいただいて、次はこう真ん中のレベルのですね、各、え、精、ー、度のですね写真を見ていただくですね。それからまた3分休んでいただくというこういう実験をして、その間に生体情報を取るという、えー、ご協力いただく方にも大変。えー もう,もう涙が出るぐらいですね時間を取っていただくわけですが我々もこれを取ることが非常にこう大変ではあるんですけれども、まあ、その結果として50人の方に協力していただけてですね非常に、えー、あの役に立つですね我々の研究にとって役に立つです、ね、実あの生態情報を得ることが出ましたで、まあ、これをどう処理するかということについてはちょっと今日はあの飛ばしたいと思いますけれども あの何を申し上げたいかというといろんなセンサーから情報が取れるわけですけれどもこれそのまま使えないわけですよね。RRI だけで感情が識別できたら、まあ、こんな簡単なことはないわけですけれども。 RRI の変化というのは感情だけでは変化しませんのでいろんな要素で変化するものですから他の情報もやはり組み合わせていかなければいけないとういうことです。じゃあどう組み合わせていけばどういう特徴量を取っていけばいいかということをですね分析するということがこの分野の一番難しいところでありましてそういう意味で特徴量を取ってくるそれからその中でですねどれが確からしいかということをこう検証して、まあ、最後は判別をするということをやっていきます。 脳、はい、波に関して申し上げると例えば皆さんすごくなじみの深いアルファ波とか、えー、ベータ波とかシータ波とかですねこういうものは実はこういう周波数帯の脳波。 を捉えて今覚醒度がありますすよとかですねそういうことをですねリラックスしてますよということをまあ評価しているわけでありますが、まあ、我々は感情ということなのでもう少しこうブロードにデータを取ってさまざ、あ、まな周波数帯をこう機械学習というものにかけてですねコンピューターにかけて判別をするということをやってきました。ここはちょっと飛ばしますけれどもそうするとニューラルネットワークというものを使うんですけれども、えー、最後ですね何がわかったかというとですね えーまあ、ノウハウを使うとです、ね、90%ぐらいのお精度でですね核精、えー、度のです、ね、良し悪しを判別することができます。で、まあ、ですので ここで皆さんに脳札をつけていただければどれぐらいの方が私のこう話に興味を持っているかということがすぐ分かるということでありまして、まあ、これを発表話をするとですねなぜ学生につけないのかっていうふうにです、ね、言われるわけですけれども、まあ、授業をやってるとですね大体これやらなくても眠そうかどうかぐらいは分かるわけでありまして、まあ、そうやって、えー、自分のセンサーでですねこうフィードバックをかけてあの目を覚ますためにはどうするかということをやってるわけですけれども、まあ、あのこういうセンサーをうまく活用するとですね、えーまあ 人間と同等のですね、えー、まあ覚醒度の識別とかあるいは先ほど横軸の快不快というものと組み合わせてやればですね感情をある程度ですね推あの判別するということがもう技術的には可能になっているということでございます。で、えー、まあ,あの先ほど脳波に加えてということで音声もありましたけれども心電とか皮膚温度とか呼吸とかいうものをたくさんとってですね、えー、それで実験をすると。 をいうことございます。あの、少しごちゃごちゃ申し上げたんですけれども、えっ、ー、と、ここに少し、あの、申し上げたことを整理していまして、えっ、ー、と、何を申し上げたいかというと、センサーをずっとこう、今、紹介してきました。 でマイクもありますし心電もありますし血圧も取れるかもしれませんそれから人間の動きであればですね加速度ですとかそれから周囲の温湿度ですとか照度こういうものを取れるわけでありますがここから得らら得れれるる情報は非常に限られているわけですでそこからですね一時情報としてうまく取り出すとお まあ咀嚼している状態とか発生している状態とかあるいは心臓の負荷とかですねこういうところが分かってくるわけですがさらにですね知りたいこの行動とか体調あるいは心理感情ですねこういうものを知りたいとなるとですねもっといろんな組み合わせを使ってやらないといけないまあ使ってやるとよく分かるということがあります。 まあここに非常にです、ね、難しさもありですね今あの流行りのです、ね、AI というものが生かされているこの関係性というのをです、ね、我々人間で記述しにくいわけでありますそこにあのディープラーニングという技術はまあ役立つというふうに私は考えていて、まあ、ここにはそういう技術を適用しております まあこういうことをやることによって、おそらく我々の様々なですね、工事情報、睡眠の質ですとか、食事の質ですとか、あるいは快不快とか、ストレス、こういったものが分かってきつつあるということでありまして、雰囲気、気分の中にこう、説明されている感情、あるいは心の状態、体の状態というものが測れそうだというふうにご理解いただければというふうに思っております。では、測ったらですね、 どう伝え方は非常に重要も重要でありましてうまく伝えてあげると多くの方にこの雰囲気というものをお伝えできるかもしれない。 えーまあ、先ほど「KY」というようなですね表現もありましたけれどもどんなに頑張っても「俺分からん」っていう人もいるかもしれませんけれども、まあ、うまく伝えることによって自分ではこう感じ取るのは難しいけれどもそういうふうに伝えてくれれば私も分かるっていうようなですねいうことの方を考えるとですね伝え方というのは大変重要であるとを考えています。 でどういうふうに伝えようかということを考えるんですけれどもまあ雰囲気を伝えるときにですねここにある映像をそのまま伝えるとかですね、えー、いろんな音とかですね音声とかそういうものをでそのまま伝えるというのはちょっと雰囲気とは違うんではないかということです一つ一つ何か見てるわけではなくなんとなくこう我々感じているところでありますのでそのなんとなくというさりげなさをですねどうやって伝えるかということが大事でありますそれから伝えるにあたってですねやはりこう 取られている側もですねセンシングされている側もプライバシーに配慮をしてあげなければいけないし伝えられている側もですねそんな情報までいらないよっていうようなことをですねがそういったところをうまく考えて伝えるにはどうしたらいいかということであります。 あるいは異なるライフスタイルというのは例えば年代であったりとか性別であったりとかあるいは国であったりとかですねそういうものに,になるべく関わらないような伝え方というのはあるとですねいろんなコミュニケーションが広がってくるだろうなということでこういうことを感じ考えながら設計するとですね非常にいい伝達ツールができるんだろうなというふうに考えています。 まああの一言で言うとここに非明示的情報というふうに書いてありますけどなんとなくのイメージとか感覚というものを先ほど取ったセンシング情報から作り出そうと。 そういう考え方であります。で、どういうふうにしようかということをですね、あの考えました。あのこれは私のお上司であったえっと名誉教授の山山田一郎先生があの主体的におやりになられた研究でありまして、えー、最終的にこの色と形と音と光、えー、こういうものをですね、使って、えー、何気なく表現してみようということであります。で、いろんなアンケートを取りました。例えば存在情報というものはですね、えー、っとどういう ファクターで説明表現するといいだろうかということをこうアンケートを取るとやはり存在するというのは光のあるいはその動きであることがいいだろうと、えー、あるいはですね、えー、感情先ほどあの色のお話をもうすでにしていただきましたけれども、えー、やはり感情は色なんじゃないかということですありますでその色はどう決めるかということも当然入ってくるわけですけれどもで温度はどうか体感温度はどうかというと温度はですねやはり色なんですね まあなんとなくこう赤い方が熱くて青い方がですね冷たいっていうのは感覚的に我々はなんとなくあるわけでありましてまあそういうものを使ってやれば何度っていううに書かかなくても分かるでしょうそういうようなことをですねアンケートをとってまあ皆さんが多くそうだねっていうふうに思うこの表示したい情報と,えと表示するためのこのえと情報源ですねこれをどう組み合わせるかということを調べた上でですねこういうデバイスを作りました。 これはあの先ほど来申し上げているように雰囲気というものが、えー、ここに書いてある周辺の周囲の環境情報ということとそれから人の発生する情報ですねこの2つを備えていることが大切であろうということで、えー、温度焦度、えー、騒音それから右側は人の存在移動、まあ、感情ですねこういういものを この部分に様々な形、先ほどの表現方法で、えー、あの表示するとというこでです。すさらにですねここに下にはですね、過去の履歴を載せるということで、えー、後で見た時にあうちの子なんか1週間前に何かあったのかしらっていうことをですねあの住んでる、まあ、特に大学生なんかあの月食しているわけですけれども離れてる場所でもですねそういうことをなんとなく察することができるそういうようなことをですね期待したデバイスであります。 で今ここにですね少しそのイメージ図をですねイメージビデオです、ね、あのを作ってあるんですけどもここからですねこれはあの、えっと、両親と離れている若夫婦がいてこれ話をしてるんですがこれがあの両親母親のですね情報が提示されています。で、えー、こちら母親のですね家ですけれども。 お母さん彼らのお母さん帰ってきて、まあ、電気をつけてで電気をつけるだけではダメで電気をつけて,動いて歩いてここの前を通るということを総合してです、ね、今帰ってきたんだということを認識してその情報をパッと伝えてあげるということであったりとか次のイメージではです、ねえー、息子と孫が楽しそうにこう喋っている様子をです、ね、マイクロフォンと動きで捉えながらその様子をです、ね、こちら側に点灯してあげると。 いうことですでこの結果としてこのお母さんがじゃあ楽しそうなんでちょっと私も電話してみようかしらなんていうことがですね起こると真のコミュニケーーションがうままくスタートすするわけでありますえ非常に朝の忙しい時にですね母親から電話かかってくるとですね非常に険悪なムードになるわけでありまして、まあ、こういうのが避けられるんじゃないかなというふうに思っております。さて えー、こういうまあコミュニケーション雰囲気情報を伝えることによるコミュニケーションですね、えー、まあそもそもですねこの雰囲気というのはもうずっと最初から申し上げてるんですけれども相手の認知向上は肝臓行動にこう影響与えるコミュニケーションが一つあるわけですまあまさに今これこの場がそうでありまして、えー、非常にこう気を使いながら喋っているつもりではあるんですけれどもそろそろ危ういかなというふうなところです 一方でですねもう一つのコミュニケーションは、えー まあ自分のこう言いたいことを聞いてもらうっていうそういうコミュニケーションもこうあるわけでありましてま,あまさにこう冗談とか口を言うとかですねそういうようなことをまあ語るというそういうコミュニケーションもあるわけでありますがこういったコミュニケーションの中でですね先ほどのようなデバイスですねセンシングテクノロジーあるいはああいった機械みたいなものをですねこういうものが人と人との在り方をこう,うまく作り出してくれるっていうそういう役割をですね担うべきだなというふうに考えています。 でまあ、雰囲気というのは何となくみんな分かっているんだけれども一体何なんだろうねということをこう少しこう話してみたわけですけれどもそういうものをある形で可視化することによって非常に分かりやすく伝える何気なくなんだけども分かりやすく伝える、まあ、あるいは察することのできない人でも何となく分かるようになってくるんですねそういう役割もあるということでありますが、まあ、最も私が期待するところはですねこの良好なコミュニケーション機会が実現できるということまさに今日のこの講義が皆さんとですね 共に今心のコミュニケーションしてるつもりでありますけれども、まあとでディスカッションの時間もありますけれどもそういうふうにつながればいいなということでありまして、まあ、こういう雰囲気の伝え方というのがあると思います。最後でですけけれども、えー、と伝えるだけではない えー、まあ、今日ストレスの話とかあの感情の話がありましたけども伝えるだけじゃなくてですねその雰囲気を作り出すっていうこともですね面白いんじゃないかというふうに考えていてこれは目的は実はですねあの呼吸を整えるそういうデバイスを作りました、えー、どこから行けばいいかと見ていただくとですねあれと動いてないですねあ行きましたねこれクッションに注目していただきたいんですけどもクッションがこう膨らんだり閉じたりして いますよ、ね、でこれをこう抱きかかえるとですね自分のお腹を抱きかかえているかのような感じになって呼吸がそのこの動きに引きずられてですね整うんです。 で皆さん呼吸は非常に大事だということはあのご存知だと思いますそれで例えばメディテーションとかです、ねよあのまあ、ヨガとか瞑想とかいろいろあるわけですけれども、まあ、ある種のトレーニングが必要であったりとかうま、ね、くいかないことがあるんですがこれはみんなでやってみるとです、ね、こう抱きかかえてです、ねまあ、リラックスというかあのソファに座ってるだけで呼吸がこう整っていくということが、まあ、データとして取れてきています。 でまあ、これは1つの例ですけれどもいわゆるリラックスする雰囲気をどうやって作るかということですねそのためのデバイスになりそうだなということで非常に興味を持って今研究を進めているところでありますが、まあ、あの申し上げたいことはこの雰囲気を積極的にこう作り上げるということもですねやはりこれから技術としては進んでいくんではないかと思いますあの。機械工学科の中を開けるとこういういメメカメカが入っている これ見ない方がいいかなというところでありますけれども、まあ、そういうものもです、ね、今後あるということでありまして、えっと、最後まとめでございますけれども、まあ、雰囲気というものあるいは気分というものがですね、まあ、環境が発する情報と人が発する情報と深く関わっているということを整理させていただきましたそれで人が発する情報はです、ねまあ、行動にあられるものと整理指標にあられるものと分けられているわけですけれども、まあ、行動や整理指標を測る方法というのをまあ今日ご紹介させていただきました。あのあ意外に測れるんだ という,ふうに思っていただければと思いますけれどもこれが最終的には何かもつけることなくですね外からこう測ってうまく情報処理してくれると我々にとってはすごくその今までと同じような感じでですね情報提供をしてもらえるんだろうなという期待があると思います。 それから最後ですけれども、えー、雰囲気を伝える一例をまあ紹介しましたあれはあの必ずしもあれだけではないわけですけれども、まあ、こういったデバイスをです、ね、これから研究していってです、ね、送り手の気分とそれから送り手側の雰囲気というのをです、ね、察せるようなです、ね、手がかりそういうものを作れたらいいなというふうにして今現在研究を進めているところでございます。えー、以上でごござざいいまますどううもありがとうございました